はい、ドブロイです。そういえばさ、自分、魔法を使えるって、過去にスプラトゥーンの動画で言ってたんですけども、実はですね、このマリオメーカーの世界でも、魔法が使えます。まあ、魔法っていうくらいだから当たり前なんですけども、今日はですね、魔法を使って、ちょっと、ステージをね、作っていきたいなと思います。どんなステージが出来上がるかは、これからの、お楽しみなので、まあ、ちょっとカットして、出来上がったところをお見せしたいと思います。どんなのがいいかな？まあ、魔法使えるからさ、土管とかノコノコは結構いっぱい使いたいなとは思ってるな。次めっちゃ綺麗な手出てくる。俺の手こんな綺麗だったっけ？まずは道を作ってみるか。まあ、ゴールまでの距離はな、そんな長くなくてもいいんじゃないかな。まあ、素人が作るステージだからな。面白いとはな、言い難いかもしれないけどな。そこそこ骨のあるステージを作っていきたいな。って言っても、俺やっぱ単純だわ。同じようなことしかできん。どんなギミックをつけるかだな、まずは。はい、ということで完成しました。で、今回なんですけども、まあ、魔法を見ていくということで、そんな難しいとか、ガチなステージにしたんじゃなくて、まあ、土管とか、まあ、ノコノコとか、HP アップのキノコ多めで入れました。超簡単なんですけども、これがね、魔法を使って、どんなステージになるのか、やっていきたいと思います。では、行きましょう。チンチロチン。うわー、土管の色変わってる。え、てか平たいね、なんか色が。3D 感がないね。色合いがさ、影とかがないからさ、なんか塗りつぶしたみたいになって、ノコノコ、え、ノコノコいろんな色いる。え、これ綺麗だね、6色、6色。これ僕作ったんですよ。プリズンとか言って、牢屋にノコノコ入れたんですよ。うわっ、ごめん、落ちちゃった。この6色の、のこのこ通りを抜けて、さらに向かうのは、キノコ。これ HP アップなんですよ。もう、どっちのキノコかわかんない。やばいやばい、もうこっからカラフルだ。カラフルすぎる。しかも左ちょっとパックン裏側だけなんかそのままなんだよな。これ土管とキノコわかります？皆さん。ちょっとお目目が痛いかもしれないんですけど、すごいな。わーい。ゴール。俺が作ったステージだから、クソしょうもねえけど、ゴールしました。まあ、こんな感じでした。一瞬。え？やば？え、こっちの画面の方がやばいだろ。なんだよ、これ。